明治神宮野球場です。駿河台学対先攻チーム、この試合の模様をお送りいたします。駿河台学の先発は左の乙女、先攻チームの先発は右の赤松、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。左の乙女、マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。まずは1回の表、トップバッターはカルロス。第9、投げた、見送ってストライク、いきなり154キロ。第2球、投げた、ストレート決まってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げた、外、外れてボール。投げました、あっと、いった、一直線、入った入った、ホームラン、先頭打者ホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。ヒットだったでしょうか、完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。右バッターボックスには白川。第9、投げました、初球空振り、いきなり154キロ。第2球、ボール、投げました、インサイド空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球は打ちました、右中間へのフライ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは3番早乙女、投げました、インコース、ボール。第2球、投げました、ボール。第3球、3球目ストライク。さあ4球目、打ちました、これはサード間に合いません、ファールボール、ボール。さあ6球目、打った、右中間へのフライですが掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは4番山岡、1球目ストレート空振り、いきなり150キロ。第2球、ボール。第3球を投げた、打ちました、セカンド正面、サル掴んだ、1塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、駿河台学先制点を奪われています。右の赤松、マウンドに上がりました。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、1点を追いかけます。駿河台学攻撃に入ります。先頭バッターは天王寺。第9、投げた、ボール。第2球、投げた、空振り。第3球、打った、レフト落下点に入りました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番玉三郎。第9、投げた、外れた、ボール。第2球、ボール。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球を投げました、4球目ストライク。第5球、投げました、打ちました、白川バックしていった、落下点に入った、掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番鮫島。鮫島、第9、ストライク。第2球、投げました、打ちました、
第3球を投げました。1球外した、ボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げた、見送ってボール。さあラストボール、投げた、流し打ち、どうだ。一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。赤松、今日は無難な立ち上がりです。2回の表、先攻チーム攻撃に入ります。トップバッターは多田野。第2球投げた、空振り。第3球を投げた、アウトコース高め、フォークは外れてボール。第4球を投げた、ボール。さあ5球目打ちました、ショート落下点に入りました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番矢部。第1球投げました、ストライク。第2球投げました、打ちました。追い込んでから第3球を1球外してボール。第4球を投げました、シュート、空振り三振。バッターは7番神宮寺。第1球投げました、初球シュートは空振り。第2球投げました、ボール。投球はこれから3球目、ボール。次が4球目、投げた、あっと引っ掛けた、内野ゴロ、鮫島ボールを掴んだ、アウト。スリーアウトチェンジ。乙女三者凡退、無得点に抑えています。2回の表が終わって1対0です。2回の裏、駿河台が攻撃に入ります。この回の先頭バッターは九州。第1球投げた、初球は変化球に空振り。第2球投げた、アウトローを見送ってストライク。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、抜けた。九州、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。第1球打った、さあ次の投球、ボール。第3球を投げた、打ちました、ファール。さあ4球目打ちました、ファールボール。次は5球目、変化球はボール。さあ6球目投げました、打ちました、いい当たり、三遊間の当たり、破った、中継、ダンス、ナイスバッティングです。駿河台大学、同点のチャンスを迎えます。第1球投げました、ボール。まずは高め。第2球投げました、低め、際どい、ボール。第3球を投げました、外れた、ボール。次は4球目投げました、打って出ます、センター落下点に入りました、掴みました、三塁は。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第1球内角低め、ボール。さあ次の投球、ボール、アウトコース低め。第3球は空振り、少し意識しすぎたか。さあ4球目、ここは送りバント、ピッチャーの左へ転がした、一塁送球、江崎取ってアウト、送りバントが決まりました。駿河台大学、なおもチャンスが続いています。第1球投げた、ストレートはボール。第2球投げた、見送ってボール。投げた、ボール。さあ4球目、おっと打ちました、
セカンドを落下点、掴んでこれで3アウトになります。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。スルメ大学得点圏にランナーを送りましたが同点に追いつくことはできませんでした。2回の裏が終わりまして1対0です。3回の表先攻チーム攻撃に入ります。この回のトップバッターは江崎。ファール、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、外角高め、ボール。投球これから5球目、打ちました。打球はファースト左、田中取った、一塁へ送る、乙女取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。初球フォークボール空振り、タイミング合いません。第2球、ボール。投げました、打った、ファールボール。投球これから4球目、ボール。次は5球目、ボール。第6球を投げました、インコース、空振り三振。バッターはトップに帰ってカルロス。第9球投げました、ボール。第2球投げました、外れた、ボール。第3球は打ちました、乙女ボールを取る、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。乙女3人でピシャリと抑えています。3回の表が終わって1対0です。スルメ大学この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番田中。第9球投げました、初球外れてボール。第2球変化球空振り、少し意識しすぎたか。第3球を投げた、打ちました、白川ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第9球投げた、ボール。投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、空振り。第4球を投げた、外角低め、外れてボール。第5球投げました、見送ってボール。第6球を投げました、高めボール球打った、左中間へのフライですが取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番玉三郎。第1打席はショートフライに倒れています。第9球投げました、ボール。さあ次の投球投げました、変化球決まってストライク、タイミング合いません。投げました、低めの変化球、ボール。第4球はボール。投球これから5球目、空振り。次は6球目、投げた、打ちました、やべ、掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。スルメ大学三者凡退に打ち取られました。3回の裏が終わりまして1対0です。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは白川。第1打席はライトフライに倒れています。第2球見送ってボール。第3球を投げた、打ちました、スタンドに入りました、ファール。第4球を投げた、打ちました、サード左への打球、サードから一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番早乙女。第1打席はライトフライに倒れています。第2球投げた、スライダーはボール。投球はこれから3球目、ストライク。
第4球を投げた。4球目空振り。次が5球目。打った。センター方向へ持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは4番山岡。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。さあ次の投球、ストレートはストライク。これで追い込みました。追い込んで投げました。打った。九州余裕があります。取ってこれで3アウトチェンジ。乙女この回ピシャッと3人で抑えています。4回の表が終わって1対0です。駿河台学この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番鮫島。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。見送ってストライク。第2球投げました。ボール。投球はこれから3球目。打ちました。ファール。第4球は打ったんやったりだ。抜けた。鮫島いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。右バッターボックスは九州。第9投げました。初球空振り。少し意識しすぎたか。第2球投げました。2球目ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました。外れた。ボール。投げた。打ちました。次は5球目高め。変化球は外れて。ボール。第6球を投げた。ボール。投げた。打った。ピッチャー返し。抜けた。センターからサードへ。九州ナイスバッティングです。今日これで2打数の2安打。バッターは5番ザンス。駿河台学1打同点の場面を迎えています。第9投げた。変化球はボール。まずは高め。投球これから2球目。打ちました。センターへの打球取りました。3塁はどうか。これでワンアウト。ランナーは1塁2塁変わりません。第9投げた。高めギリギリいっぱい。ストライク。さあ次の投球、2球目空振り。バッター追い込まれました。追い込んでから投げました。1つ外した。ボール。第4球は打った。2塁ランナー3塁へ。山岡ボールを掴んだ。1塁アウト。駿河台学なおもチャンスが続きます。第9投げました。内角高め。ボール。第2球投げました。打ちました。第3球を投げました。外角見送ってストライク。追い込んで第4球を見送ってボール。次は5球目打ちました。第6球を投げました。打った。これは内野ゴロ。サードこれは守備範囲内。まずは同点。判定はセーフ。さあ先ほどの同点の場面です。バッターは8番村雨。第1打席は内野フライに倒れています。第9投げた。初球打ち引っ張った。切れていきます。ファール。第2球投げた。流し打ち。山岡うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。4回の裏が終わりまして1対1。駿河台学この回1点返して同点としています。5
5回の表先行チーム攻撃に入ります。先頭バッターは只野。第1打席は内野フライに倒れています。第2球投げた、アウトロー、外れてボール。第3球はストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、ボール。次は5球目、投げた、打ちました、乙女取った、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番矢部。今日の第1打席はスイングアウト、内角低め見送ってストライク。まずは決めてきました。第2球投げた、打ちました。第3球を投げました、打った、引っ張った、ファールボール。次は4球目、投げました、打った、痛烈な当たり、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番神宮寺。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。初球ストライクから、打った、ファール。追い込んでから投げました、一つ外してボール。第4球を投げました、外角高め際どい球、ボール。第5球投げました、打ちました、ショート右、ダンス。ボールを取る、一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。乙女好投を続けています。5回の表が終わって1対1です。スルメ大学、この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは田中。最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。第9投げた、アウトコース高め、ボール。第2球投げた、アウトコース低め、空振り、タイミング合いません。第3球はインハイ、外れてボール。第4球を投げた、4球目空振り。第5球投げた、打ちました、いい当たり、抜けた、田中、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。赤松降板。ここでマウンドに上がったのは鳴宮。先行チーム、これで全ての投手を使い切りました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9投げた、打ちました、ファール。1球目ファールから投げました、ボール。第3球ボール、インコース低め。さあ、4球目打った、投球これから5球目、打ちました、やべ、掴んだ、サードから2塁送球、セカンドフォースアウト、天王寺、いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。第1球天王寺スタート、投球ボール、これは悠々セーフ、盗塁成功です。先ほどのプレーです。第2球投げました、ボール。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチはセーフ、投げました、内角際どい球、ボール。第4球を投げました、カットボール、空振り。さあ、投球は5球目、いいハイ、空振り、少し意識しすぎたか。第6球を投げました、結局外れてフォアボール。さあ、ここで試合の流れを左右するターニングポイント。先行チーム、内野陣はゲッツー体制。初球を打った、右中間へ持っていきましたが取りました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第9外れた、ボール。第2球投げた、空振り。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、見送ってボール。第5球投げた、打ちました、内野ゴロ、ファーストこれは守備範囲内、
山岡そのままベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。ラルミアやりました。先行チームピンチを乗り切りました。攻撃に期待がかかります。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターは江崎。初球から打ってった。ファースト右横のフライになりました。一塁キャンパスの手前取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。ストレートはボール。まずは外角。第2球投げた、空振り。投球はこれから3球目、ボール。次は4球目、投げました、打った。さあ投球は5球目、ボール。第6球を投げました、打った。田中ボールを掴んだ。田中そのままベースを踏んで2アウト。打順は1番に帰ってカルロス。第9投げました、打ちました。初球打ち取りました。これで3アウト。スルメ大学後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わって1対1です。6回の裏、スルメ大学攻撃に入ります。トップバッターはザンス。第9投げました、初球はストライク。1球目ストライクから投げました、高めの変化球はボール。第3球を投げた、インハイへ、変化球ボール。次が4球目、投げた、4球目空振り、タイミング合いません。第5球投げた、打ちました、引っ掛けた。これは内野ゴロ、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスにはサル、今日はセンターフライとファーストゴロ。第9投げた、初球を打ちました、ショートバウンド、ボールを掴んだ。江崎軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー乙女。第9初球外れても投球、これから2球目、ジャストミート、ピッチャー返し、抜けた、乙女ナイスバッティングです。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。右バッターボックスは8番村雨、今日はセカンドフライとファーストゴロ。第9変化球はボール。第2球投げた、空振り。投球は3球目、投げました、変化球空振り、キレのある変化球。追い込んで第4球を外れた、ボール。第5球投げました、打ちました、サードの左、やべ、取った、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー乙女残塁に終わりました。中盤まで終了しまして1対1です。試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターは白川、今日はライトフライとサードゴロ。第2球投げました、見送ってボール。投げました、シュートはストライク。第4球を投げました、高め、ボール球打った、天王寺落下点に入った、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番早乙女、今日はライトフライとセンターフライ、ストライク。少し意識しすぎたか。初球空振りから第2球打ちました、抜けた、早乙女いいバッティングを見せました。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは4番山岡、今日はセカンドゴロとファールフライ。一塁へ牽制球を送ります。第2球投げた、打った、切れていきます、ファール。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。投げた、内角球空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。
次が4球目。投げた、ボール。次が5球目。投げた、ストレートはボール。投球はこれから6球目。打ちました。第7球は低めボール球を打った。二塁送る、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。7回の表が終わって1対1同点です。7回の裏、スルメ大学ラッキーセブンの攻撃。この回の先頭バッターは田中。第1球、投げた、ボール。第2球、投げました、ボール。投球はこれから3球目。ボール。投球これから4球目。あ、打ちました。これはヒットになります。田中、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。リプレイをご覧ください。打順はトップに帰って天王寺。第1球、投げました。初球はカットボール、空振り。タイミング合いません。第2球、打った、セカンド前方のフライになりました。セカンドが落下点に入りました。取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球、ボール。第2球、投げました、打ちました。第3球を投げました、外れた、ボール。第4球を投げました、スプリット、空振り。少し意識しすぎたか。第5球、投げた、打ちました。右中間へのフライ、早乙女、余裕があります。ランナー一塁に戻ります。掴みました。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。第1球、投げた、スプリットはボール。まずはアウトロー。第2球、投げた、打った、ファウルボール。第3球、3球目空振り。第4球を投げた、内角、外れてボール。第5球、投げた、ボール。第6球をランナースタート、打ったいい当たりだ、センターへのフライだ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。スルメ大学ファーストランナー残塁。7回までが終了しまして1対1です。8回の表、先行チーム攻撃に入ります。先頭バッターは高野、今日はショートフライとピッチャーゴロ。第2球、投げました、見送ってボール。投球はこれから3球目。直球空振り、投げました、空振り。第5球、投げました、打ちました、ライト前に出る、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番矢部、今日は三振とセンターフライ。投げました、ボール。第2球、投げました、打った、ライトフライ、飛距離は出ていません。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番神宮寺、今日はサードゴロとショートゴロ。投げた、変化球ストライク、外角高め。1球目空振りから、ボール。第3球を投げた、3球目空振り、追い込んでいます。追い込んでから第4球を、ボール。次が5球目、アウトコース低め、フォークは外れてボール。次の球がラストボール、変化球、
外れた、フォアボール。バッターは8番江崎。今日はファーストゴロとファーストフライ。初球打った、センター落下点、センターフライ、飛距離は出ていません。掴んでこれで3アウトになります。一塁ランナー神宮寺残塁に終わりました。8回の表が終わって1対1です。8回の裏、駿河台大学攻撃に入ります。トップバッターは九州。今日はここまで3打数2安打。第9球投げた、決まってストライク。第2球打ちました、ファール。投球は3球目、投げた、ボール。次は4球目、投げた、変化球、空振り三振。バッターは5番ザンス。今日はここまで3打数1安打。第9球投げました、スライダー決まってストライク。第2球投げました、スプリットはボール。第3球打ちました、やべ、ボールを取る。一塁送球、セーフ。記録はヒット。これで今日は4打数の2安打。先ほどのプレーです。バッターは6番サル。第9球投げました、外角高め見送ってストライク。まずは見送りました。初球ストライクから第2球ボール。第3球を投げました、打った、カルロス落下点に入った、取りました、中継。ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9球投げました、スライダーボール。第2球インロー空振り。第3球を投げた、打ちました、ファールボール。次が4球目、投げた、ボール。次が5球目、投げた、アウトコース、空振り三振。8回までが終了しまして1対1、同点が続いています。さあいよいよ最終回、先頭バッターピッチャー鳴宮。第9球打った、ファール。投球これから2球目、インコースのボール左へ、スタンドに入りました、ファール。第3球は低め、ボール。さあ4球目、ボール。第5球投げた、打ちました、田中交代。余裕があります、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰ってカルロス。第9球打ちました、ファールボール。第2球投げた、高め、外れてボール。第3球を投げました、膝元、フォークは外れてボール。次が4球目、投げました、打ちました、サード左横のゴロ。一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番白川、今日4度目のバッターボックス。第9球初球スライダー空振り。第2球打ちました、ファール。投球は3球目、投げました、引っ張った、ファールボール。投球これから4球目、外れた、ボール。次が5球目、投げました、ボール。さあ6球目、打った、引っ張った、左へ打っていったがこれは切れてファール。投げました、インロー、ボール。第8球を投げた、打った、痛烈な当たり、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。乙女、この回きっちりと3人で抑えています。9回の表が終わって1対1です。9回の裏、駿河台大学攻撃に入ります。この回のトップバッターは村雨。駿河台大学、ここは何が何でも出塁したいところ。投げた、カットボールはボール。
第2球。投げた、打った、ファウルボール。投げた、見送ってストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた、空振り三振。2者連続三振になりました。バッターは9番田中、これが4度目のバッターボックス。第9、初球引っ張った、これは左に切れていきます。打ちました、1、2塁間へ。山岡掴んだ、1塁送球。鳴宮取ってアウト、これで2アウト、ランナーありません。第9、投げました、見送ってボール。第2球、投げました、高め、外れてボール。第3球を投げました、直球ストライク。第4球は打ちました、白川ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。鶴見大学わずか3人で攻撃が終わりました。9回の裏が終わりまして1対1です。ゲームは延長に入ります。この回の先頭バッターは早乙女、ストライク。第2球、投げました、高め、ボール。第3球、きた、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン。卓球は無情にもスタンドへ。ヒットになったでしょうか、完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。右バッターボックスは4番山岡、今日4度目のバッターボックス。スルメ大学ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました、低めの球、空振り。第3球を投げた、ボール。投げた、打ちました、ライト方向へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番ただの、今日はここまで3打数ノーヒット。初球空振り。第2球投げた、打ちました、ファール。第3球は1球外した、ボール。投げた、インコース低め、外れてボール。さあ投球は5球目、高め、外れてボール。さあ6球目、打った、ピッチャー返し、乙女今拾った、一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番矢部。第1球、シュートはボール。第2球、投げた、ボール。第3球を投げました、ストレート空振り。第4球を投げました、決まってストライク。追い込んで投げました、外を際どい、ボール。投球はこれから6球目。打った、強い当たり、打球はそのまま伸びていく、取って、これで3アウトチェンジ。10回の表が終了して2対1、スルメ大学1点をリードされています。スルメ大学この回は2番からの好打順、先頭バッターは玉三郎。スルメ大学ここは何としても塁に出たいところ。第1球投げました、決まってストライク。第2球、これも空振り。第3球を投げました、打ちました。第4球を投げた、低めの変化球、ボール。第5球投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、
ファースト左横のフライになりました。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番鮫島。今日はここまで4打数1安打。第9投げた、外れた、ボール。第2球投げた、2球目空振り、タイミング合いません。投げた、決まった、ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、見送ってボール。第6球を投げました、外へ逃げるスライダー、空振り三振。低めの変化球にやられました。第9投げました、初球空振り。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました、一二塁間。江崎取った、セカンドから一塁送球、アウト。試合終了です。スルメ大学悔しい敗戦です。さて本日のヒーローは早乙女、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきましたように2対1スルメ大学1点差で敗れました。勝利投手は鳴宮、敗戦投手は乙女。スルメ大学残念ながらあと1本が出ませんでした。次は奮起してくれることに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で明治神宮野球場からお伝えいたしました。